はい始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は東京都の営業職の正社員1年8ヶ月目31歳の方の給与明細です。えー、仕事内容は車両やドライブレコーダーに搭載された機器が事故の衝撃を検知した際に、えー、お客様の代わりに公的機関へ通報を行う接続機関として、えー、緊急通報サービス事業を行っております。 私は営業職なのでそのサービス運用を担当クライアントごとに構築しサービスを提供しています必要な資格やスキルが4行警備員資格で勤務時間が実動8時間で残業は1時間以内収入が月収18万3千年収256万ボーナスは年2回で1ヶ月分 営業職をしたい家庭のアドバイスとしては一般的な営業職とは異なり特定のものを売るのではなくクライアントのニーズに合わせたサービスを一から構築し運用開始後はメンテナンスを行っていくためクライアントはもちろん社内の全ての部署との連携が非常に重要となりますそのため人と関わるのが好きな方や一から何かを作り上げることが好きな方に向いている職業だと思いますで給与明細で えー、基本給が18万2000スキル手当6000調整手当1万地域手当3万5000シフト手当1万8000残業1万6456深夜3888円ついて、えー、総支給が27万1344円でそこから控除が引かれて手取りが21万5186円となっています、えー、今回は東京都の営業職2年目の方の給与明細でした 年収さっき紹介したやつこの方多分手取り変えてたんでえまあプラス2 3 0パーセントくらい年収高いと思うんですけどまあ月の給料を見てもまあそこまで東京で考えると高くないのかなって印象でした今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします